X サーブ RAID X サーブ RAID は2003年2月から2008年2月まで Apple が開発、販売していた 3U ラックマウントサイズの 2GB ファイバーチャンネルインターフェースを備えた RAID 製品の名称である。最終モデルは最大 10.5TB14 台の 750GB ウルトラ ATA ADM を搭載可能であった。 二つの独立した RAID コントローラを備えており、各々で7台ずつの HDD をコントロールし、利用できる RAID レベルは0、1、3、5、0プラス1である。各 HDD は14機の独立した ATA コントローラと接続、ホットプラグが可能な Apple Drive モジュールに収められている。MacOS 10や Mac OS 10サーバーのみならず、デザインのフォーウィンドウズ、サンマイクロシステムズのソラリスレディ、レッドハットやノベル等の Linux 等の多数の環境で認定を受けており、ユーザーの約半数は、Mac や X サーブ以外での利用者であった。管理ソフトの RAID やドミンは、OS を問わず利用できるように Java で作られている。X サーブ RAID、サード。 パーティークオリフィケーションインフォメーションハット、アップル、一ユーラックマウントサーバーの X サーブを発表。アップルニュースルーム、二千2021年4月19日、閲覧。アップル製一1ーサーバー、X サーブを、国内初公開。pc.watch.impress.co.jp。2021年4月19日閲覧。X サーブ RAID Admin Tools 1.5-1。 support.apple.com 2021年4月19日閲覧。Xserver a i d 750GB Drive Stake Many Awards 2 i n i t i a l Web.archive.org 2021年4月19日閲覧。シリアル a t a ベースド Xserver a i d Coming In g a d e t 2021年4月19日閲覧。 アップルサーバーストレージハットプロミス、RAID& ズズン。ありがとうございます。